名鉄も770系電車は、名古屋鉄道が1944年に導入した電車である。も770型は、現在の名鉄竹花線を付設、運営した竹花鉄道が発注した車両であったが、落成時には、竹花鉄道が名鉄へ、九州合併されていたため、名鉄の保有車両も770系771.772として竣工し、 主に四川区において運用された。なお本港では本形式と同一設計によって、現在の名鉄広見線及び八尾線を付設、運営した東美鉄道が発注し、名鉄においても 770K773 の記号番号付与が予定された一両の電車についても合わせて記述する。1942年当時の竹花鉄道は、で 1K1 から4及び、 デコ計5から8の計8両の旅客用車両を保有したが、これらはいずれも小型車体の四輪単車であった。そのため、太平洋戦争勃発に伴う戦時体制への移行による利用客増加に対応する目的で、より大型の二軸ボギー車を導入し、輸送力増強を図ることを計画した。当時は、 戦時体制移行に伴って民間向け資材の調達疑難が生じつつあり、鉄道車両の設計認可に際しては、製造に必要な鋼材、電気機器などの調達方法の明示が必須とされたことから、従来車のうちで1系1から4の4両を、種車として同形式の改造名義によって2両の二軸ボギー車を申請する旨、同年11月10日付で認可申請を行い、 日本鉄道自動車工業に2両の電車を発注した。同2両の形式及び、記号番号は、d 1 k 1 2が予定されていたが、実際に設計認可が降りたのは、竹花鉄道が名鉄へ、九州合併された後の1943年5月19日のことであり、翌1944年7月に、電車2両が落成した際に付された形式及び、 記号番号はも 770K771.772 となった。なお、本形式の種車となった、で 1K1 から4は、本形式2両の進行と引き換えに、本形式の製造メーカーである、日本鉄道自動車工業へ下取りされる予定であった。しかし実際には、で1で4とも本形式へ、手電動機を供出して制御車代用となったのみで、本形式の巡行後も、 名鉄の保有車両として主に、竹花線において運用された後、第1で4が1948年2月9日付で、野上電気鉄道へ、第2で3が同年6月25日付で、熊本電気鉄道へそれぞれ譲渡されている。1943年当時、東美鉄道に在籍する車両は、1928年と1930年の2度に、 渡って名鉄より譲渡された DHK1 から3及び自社発注車であるデボ 100K101.102 の稽古量で、これらの車両によって旅客運輸及び貨車牽員による貨物輸送を行った。貨物輸送は沿線より採掘されるアタン輸送を主としたが、戦時体制移行に伴ってアタンの需要が増大し動力車の増備が必要となったことから、 同年1月18日付で前述した、竹花鉄道の車両と同一設計による二軸、ボギー構造の電車一両の設計認可を申請した。竹花鉄道における例と同様に、東美鉄道においても製造に際しては従来、保有した、で一型より、電装品を転用する旨申請した。しかし、同社派主社からの流用品がごく一部の電気機器及び、 車体付属部品の一部に止まる事実上の完全心臓車両であったことから当時鉄道車両の巨人化を管轄した商工商産加の統制機関である車両統制会が難色を示し計画内容の修正を迫られることとなった設計認可が降りたのは東美鉄道が名鉄へ九州合併された後の1943年5月3日の ことで、も七百七十一も七百七十二と、同じく、日本鉄道自動車工業へ発注され、形式及び、記号番号は、同二両の続番となるも七七百十7七百七十三が予定されたが、電車は進行せずに終わった。も七百七十三として、導入予定であった車両については、名鉄に納入されず注文流れとなった末に、他社へ転売されたという説が存在し、 日本鉄道自動車工業から東京芝浦電機へ納入され、東芝車両の従業員輸送に用いられた後、京王帝都電鉄へ場と導入された京王で8750型がそれに該当すると指摘される。車体長15000ミリメートルの半構性車体である。車体の前後に半室系の乗務員室を備える両運転台構造で、 ごく緩い円弧を描く平妻形状の前後、つま面には 710mm 幅の窓を3枚均等配置し、貫通路及び貫通扉を持たない非貫通構造とした。側面には 500mm 幅の乗務員扉、1100mm 幅の片開け客用扉、800mm 幅の二段式の側窓をそれぞれ配置、側面窓配置は D2D7D2D 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 である。 前照灯は露出取付型の白熱灯式で落成当初は前後つまめん中央倉庫のコシータブに各一灯設置したが後年や値上がり中央部へ取付ステーを介して設置する形に改められている後部標識灯は前後つまめんコシータブの向かって左側へ各一灯設置しこちらも後年つまめんコシータブの向かって右側へ各一灯増設し前後とも 確認棟使用とした。車内はロングシート仕様で、車内照明として40ワットの白熱電球を1両あたり15個設置した。その他も771も772は、竹花鉄道の運営する路線が直流600ボルト電化路線であり、かつ終電装置にトロリーポールが用いられていたことから、竣工図表上は終電装置として、 トロリーポールと菱形パンタグラフを併設し、屋根上前後端部にトロリーポールを、道中央部にパンタグラフ一基をそれぞれ配置した形で図示された。ただし、実際はトロリーポールのみを搭載した状態で落成したことが記録されている。また、未成に終わったも773については、東美鉄道が運営する路線が、 竹花鉄道と同じく直流6 0 0ボルト電化路線ながら、すでにパンタグラフ終電方式が採用されていたため、竣工図表においても、一旦の屋根状にパンタグラフ1機を搭載した形で、図示されていた点画も771も772とは異なる。制御装置は、ゼネラルエレクトリック製の MK 電磁単位スイッチ式、間接非自動加速制御器を採用した。 同制御機は、東京急行電鉄より、同社の前身事業者である目黒蒲田電鉄当時に、申請された車両に用いられたものを購入した、中古品であると伝わり、名鉄における、間接非自動加速制御機は、ウェスティングハウスエレクトリック社開発の、電空単位スイッチ式、HL 制御機が主流である中においては、異端な機種であった。主電動機は、 東洋電気製造 TDK-530B を、名義上の種車である D1 で4より流用し、4輪単車の D1K2 両分を2軸ボギー車の本形式1両分に集約して1両あたり4機、搭載した。駆動方式は吊りかけ、式、歯車比は3.67である。台車は、日本鉄道自動車工業製のペデスタル式、ペンシルバニア型台車 NSC31 を、 装着する。この台車は国鉄正式台車の一つである TR25 台車と構造、外観とも酷似しているが、固定軸間距離が TR25 の 2500mm に対して 2300mm と 200mm 縮小されており、また装着される車輪の直径も TR25 の 910mm に対して 863mm と異なる。 制動装置は構造の簡易な直通ブレーキに連結運転を考慮して非常弁を付加した SME 直通ブレーキを常用、手用制動を併設した。その他、終電装置は前述の通りトロリーポールを採用し、連結器は前後、つまめんともアライアンス式の火災用型波形自動連結器を採用した。一方、も773の主要機器は、主電動機は、 竣工図表によると、定格出力 48.49kW の直流直巻電動機を歯車比3.83で1両あたり4機搭載することとし、制御装置はも771も772と、同じく MK 電磁単位スイッチ式間接比自動、加速制御機を採用する計画であったとされる。台車については、形式の記載はないが、図表上においては、固定軸間、 距離2 3 0 0、mm、トル、車輪計8 6 3ト、mm、ルと、モ771モ772が装着した NSC31 台車と同一の数値が記載されている。本形式は導入後間もなく、電気系統の故障を頻発し、一時急車状態となった。その後、モ771は終電装置を トロリーポールからパンタグラフへ改めとヨハシよりの屋根乗車端部へ一気搭載し、制御装置についても MK 電磁タミースイッチ式、関節非自動加速制御機から、同じく GE 社製の PC 電空間軸式、関節自動加速制御機へ、乾燥、低い手電動機出力を考慮して、主に勾配区間の少ない一宮線において運用された。一方、百七十二は、 運転機器及び伝送品を撤去して付随車差 770K772 と形式及び記号を改め、主にも700型と編成を蘇生して、西武線にて運用された。1948年5月12日に従来、直流 600V 仕様であった、西武線の河川電圧を直流線5 0 0 v へ昇圧する工事が完成したことに伴って、 直流 600V 仕様の制御電動車であったも771についても、運転機器及び電装品の撤去を施行、SA771 と形式及び記号が改められ、また SA772 ともども制動装置が、SME 直通ブレーキから、ATM 自動空気ブレーキに改造された。その後は、河川電圧 1500V 区間用の付随車として運用されたが、 翌1949年10月には s 7 7 1差7 7 2とも制御電動車化改造が実施された。主電動機は東京芝浦電機 SE-132C を歯車比3.045にて制御装置は電空単位スイッチ式間接非自動加速制御機の三菱電機 CB-10 から231をそれぞれ新たに搭載し、 記号番号は再びも 770K771.772 となった。制御電動車加工像は主にも771も772の同形式2両で編成を蘇生し、豊川線など四線区において運用された。その後も771の新岐阜川つま及びも772の豊橋川つまに、貫通扉、 貫通ホロワーク、貫通ホロー新設、両者の連結面を通行可能とした。HL 制御者各形式の3700系列への更新進捗に伴って、老朽化の進行が指摘されていた、本形式は1966年に2両とも、伝送解除され、河川電圧6 0 0ト区間用の制御者として、転用、形式及び、 記号番号を送 2170K2171.2172 と改められた。同時に台車を廃車発生品の釣り合い良式台車で、ある日本車両製造 W42 から 84MCB-1 に換装し、従来装着した NSC31 台車は3 7 8 0系の制御車。 区2780系2789.2790の申請に際して転用された。また、2両とも豊橋側乗務員室の運転機器を撤去して、変運転台構造化されたが、この結果区2171は、全面貫通構造の連結面非貫通構造、区2172は、全面非貫通構造の連結面貫通構造と、 それぞれ異なる形態となった。制御車化改造後は、直流6 0 0ト電化路線区である、伊比線谷組線において運用された後、区2171区2172とも1968年8月22日付で、廃車となり、本形式は、形式消滅した。ありがとうございます。